届けよララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ホテル日光アリビラ他各社の提供でお送りします。おはようございます。2017年3月30日木曜日、時計の針は9時2分を回りました。始まりました観光情報番組読谷ラジオ。本日もここ沖縄県西海岸にあります日本一人口の大井村読谷村、32の工房、101の体験ができる紫村サテライトスタジオから10時までの1時間生放送でお届けしてまいります。本日のナビゲーター、ね、馬年の達也でお届けいたします。よろしくお願いいたします。はい、3月30日ということでね、3月も残り、ね、今日を含めて2日ですかね。はい、もうあっという間ですね。4月も、ね、だんだんもう春という言いますか、季節はね本当に暖かくなっている沖縄県そして読谷村ではございますけども、ね、今日も、はい、またねいい天気と言いますか、ね、過ごしやすい一日になることでしょう。はいね、ちょっと体感温度も、ね、ちょっと暖かくなってきましてね、本当にねもう観光日和と言いますか、ね、だんだん、ね、いい気持ちですねということでね、はい、この番組は読谷村のね、はい、また情報をね、観光者そしてもちろん地元のね、方にもそうですけどもね、この読谷村のね情報をお届けしていく番組となっておりますよ。沖縄県ね41の市町村がある中でね、このラジオを聞いてね、ぜひラジオじゃないね、読谷村にね足を運んでみたいな、行ってみたいな、行きたいなっていうような、はい、そういったね、はい、情報を、はい、お届けしていくので、ぜひね観光でいらしている皆さん、このラジオの情報をもとに、ね、読谷村に興味を持っていただいて足を運んでください、ね、ガイドブックに載っている情報だけではありませんよね。はい、ありませんよねって、ね、ガイドブックに載っていない情報もこのラジオからね、はい、一緒にお届けしていきますので、お店紹介、地元の声、観光客の声などなどね、旬な情報を交えてね、お届けしていきますので、よろしくお願いいたします。
またね、もう4月間もないということでね、そろそろ海開きなどもね行われますけども、そういった情報もね番組の中でお届けしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは10時までの1時間、本日ナビゲーターは達也でお届けいたします。
お届けした本日のドライビングナンバー、県出身アーティスト、You Don't Pretty ミーミン名でございました。はい、ということで時計の針は9時10分を回っております。はい、ここで本日の沖縄のお天気をお伝えしていきましょうかね。本日沖縄気象台発表、まずは天気概況からです。沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、沖縄本島地方は湿った空気の影響で曇っております。本日沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れますが、湿った空気の影響で、久米島や与那国島地方では、曇るでしょう。続いて中南部のお天気です。本日は晴れのち曇り、波が 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴います。降水確率、本日は午前中 10%、 夕方にかけても 10%、 そして深夜にかけても 10% ということで、はい、日中最高気温が24度となっておりますね。そして明日のお天気もお伝えしておきましょうかね。明日31日は、曇りのうち雨ということでね、また明日の深夜にかけてね、ちょっと 70% というね降水確率も出ておりますが、はい、明日の日中最高気温25度、今日より1度高いですね。はい、ということで今日もね日中最高気温24度といったところでね、本当に涼しやすいね、また人によってはね暑いかなってね感じる方もいらっしゃると思うんですけどもね、本当に春と言いますかね、だんだん、ね、気温の方も暖かくなってきてね、はい、過ごしやすくなっておりますので、皆さんね、また観光外でねお仕事されてる皆さんもね、ぜひね楽しんでまた仕事も頑張っていただきたいなと思いますよ。以上、本日の沖縄のお天気でした。お届けしてます観光情報番組よみったんラジオ。はい、本日ナビゲーターは達也でお届けしております。はい、ね、時計の針は9時13分を回っておりますが、ね、皆さんからのメッセージもねお待ちしておりますよ。最近ねここよみったん荘で新しいお店ができたよ、ね、最近ここ行って美味しかったよ、ね、観光客でねよみったん荘に来てね旅のエピソードなどもね含めてね、メッセージをいただきたいと思いますよ、ね。観光情報番組よみたんラジオ、メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字です。 fm786@fmyomitan.co.jp でございます。最近ね、ここよみたん荘ね新しいお店がね続々このオープンといいますかね、私もね本当に日々ちょっとアンテナを張って、ね、このお店とかね、はい、探してるんですけども、今日もねなんと、今週の27日にねまた読谷村のキナでね新しくオープンしたお店があるので、またねそういった、情報も番組の中で届けていきたいなと思いますので、ぜひね10時までの1時間皆さん最後まで番組お付き合いよろしくお願いいたします。それではまず CM を挟みまして、まだまだ続きます観光情報番組よみたんラジオです。
読みたん何でも調査団。読みたん何でも調査団。どこにでもあるでもそこにしかない読みたんラジオから用事なんて読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読みたん何でも調査団。こんなとこにこんなのがあったのなんてね、はい、そういった情報を、ね、お届けしていきます。ということで、ね、今日紹介する、お店なんですけども、今月入ってね、オープンしました素敵なお店なんですけども、最近ね口コミや SNS などでねよく目にそして耳にする素敵な、お店の紹介となっておりますので、まずはこちらをねお聞きいただきたいと思いますよ。こちらどういったお店になりますか？はい、焼き菓子がいっぱいたくさん、はい、ありまして、で生菓子ケーキも6種類ぐらい準備しております。ここすらお菓子で焼き菓子ケーキがあるお店ということで、オープンするにあたってこのお店の名前にもなってます、ここすらお菓子で、なんか理由があったりするんですか？おしゃれなこの横文字のお店は私たちには合わないと思いまして、自分たちの飼ってるペットの名前をつけました。ペットの名前がここすらということ？鳥と、犬がいるんですけど、オカメインコの名前がココア、ミニチュアダックスの犬がソラ、合わせてココソラになりました。そうなんですね。なんか本当になんか思いがあるけども、そのココソラお菓子店の、こだわりの部分だったり、おすすめの商品紹介をお願いしてもよろしいですか？はい、おすすめはですね、店名もついています、ココソラプリン。おお、ここそらプリン。プリンですね。はい、四角いケーキみたいな形にしてるプリンです。どんな味がするんですか？かなり濃厚で。濃厚。はい。プリンを超えたプリンです。美味しそうですね。はい、ここそらプリンということで、こちらの商品以外にも何かおすすめの商品ってあったりしますか？はい、焼き菓子で、これも店名が入ってるココソラレモンケーキ。レモンケーキ。はい、普通のレモンケーキの形ではなくて、ちょっとケーキ三角形のケーキみたいな形で、とっても珍しい形なんですけど、生地からとてもこだわっていますね。ちなみに今見渡す限り焼き菓子の方が結構種類多いと思うんですけど、何種類ぐらいこちら置いてるんですか？今の時点で25種類ぐらい。25種類。まだまだ増やすって。あ、これからもっと増やすってことですね。少ないかなってことですね。そうなんですね。はい、またケーキの方も、6種類ということで、また増やしていったりされるんですか？ケーキは基本的に6種類なんですけど、気まぐれで。なんか内容を変えていこうかなって。わかりました。ちなみに先ほど聞いたんですけども、今こちらのある新商品ですね。そうですね、新商品です。ちょっと紹介お願いしてよろしいですか？チョコボーイ。チョコボーイ。チョコボーイ。ボーイ。どんなこのお菓子になってるんですか？ラクサって言っていいのかな。コンビニとかで。そうですね、僕大好きなんですよね、ブラックサンダーが。それをそれをイメージして作り上げたら、ずっしりと。なんか本当に大きいですね。そうですね。最後になりますけども、ラジオそして映像をご覧になっている皆さんへ一言いただいてもよろしいですか？新商品もどんどんこれから作っていきますので、ぜひということで、今日は、読谷村の瀬那覇に新しくオープンしたココソラお菓子店の、関塚さん
夫婦にお話をお伺いしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、読谷村の瀬那覇ですね。はい、新しくお店がオープンしました、ココソラお菓子店。はい、最近ね、本当に口コミやね、あの SNS 等などでね、よく見かけて耳にする素敵なお店なので、早速ね取材ね行かせていただいたんですけども、店内にはねまた6種類のケーキをはじめね、25種類のね焼き菓子がね、豊富に取り揃えておりましてね、本当に取材中もねお客さんがね途切れないほどね来客も多くてね、本当になんかもね試食などもねさせていただいたんですけども、私ね、はい、どれもちょっと美味しくてね、本当に皆さん、はい、最近オープンしたということなのでね、ぜひ足を運んでいただきたいんですけどもね、あの新商品のねチョコボーイ、はい、ちょっとお話でもありましたけども、あのコンビニとかで売ってるブラックサンダー、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、あのブラックサンダーの味を真似したって、真似したっていう言い方ではないですね、はい、ね、お関塚さんがねあのブラックサンダーがね、お好きということで、ね、それをねまた商品にしたいということで、はい、ね、新商品のチョコボーイ、こちら確かね300円だったんですけどもね、食べさせていただきました。私、美味しい本当にこれ美味しかった。なんかねまたね、でかいので大きさもね結構あるので、歯ごたえと言いますかね、全くねこの味も変わらずね、もう美味しかったこの新商品のチョコボーイ。ぜひね皆さん、あのカウンターのね、上の方にね、この新商品も、置いてありましたので、それ以外にも25種類といってね、本当に焼き菓子が豊富に取り揃えておりまして、ね、ぜひちょっとしたお土産などもね、含めてプレゼントなどもね、はい、ぜひ足を運んでお買い求めいただきたいなと思いますよ、ね、事前に予約したらあのね、ホールのケーキも、はい、予約受けたまっておりますということでね、情報がありましたので、ぜひねよろしくお願いいたします。そんなココソラお菓子店、営業時間が、午前11時から夕方の7時まで、ね、定休日は毎週火曜日と第1、第3、水曜日となっております。問い合わせ番号 098-987-8713、 098-987-8713 となっておりますね。はい、読谷村瀬那覇に新しくオープンしましたココソラお菓子店でございます。桜いいとこ取り、七色桜セブンズ。桜いいとこどり七色桜セブンズ、この時間は特別コーナーとしてラグビー日本女子代表桜セブンズ情報をお届けしてまいります。先週の、ね、土曜日から特別コーナーとして、ね、このただいま、ね、読谷村の残波岬ボールパークに行って、あの桜セブンズの、ね、皆さんがねキャンプ中でございますよ。この期間ね、はい、特別コーナーとしてさまざまラグビーの情報、そして桜セブンズのね、はい、情報をお届けしてまいります。
確かね、前私が担当した時、ねまあ、このセブンズの魅力、そしてねラグビーのねこのルールなどをね軽くご紹介させていただいたんですけどもね、私もね、実際にこのラグビーをね、この試合を目の当たり目にしてね、本当にねあのスピード感とかねそういう迫力もある中でね、ルールがまだまだ分からなかったので私自身ね調べてねお届けする中でまずね、桜セブンズは、人数がまあ7人対7人ということで通常は15人制なんですけどもね、セブンズは7人対7人でね試合も行われるみたいですよ。そして、この試合時間ですけどもね、15人制の場合は前半40分後半40分の合計80分となっておりますがセブンズの場合前半7分後半7分の合計14分となっております。そして決勝戦だけは7分ではなく、10分のハーフで行われるみたいですよ。そんなね、様々な、ルールねがある中で今日は、はいスクラムというねちょっと、はい、またルールといいますか、はい説明させていただきますね。スクラム、はいこの15人制の場合、ね、フォワード8人で組むことになりますがセブンスの場合7人しかいないので、ねこの7人でスクラムをします。あ違いますね、7人ではなくてこのスクラムは3人ずつで、組み合うことになりますよということで、はい15人制の場合はフォワードが8人、バックスが7人ですが7人制の場合はフォワード3人バックスが、4人となります、ねこのフォワード3人でスクラムを組むことになりますよ、セブンズの、ね、試合の場合はですね、はいね本当に、ね、ルールがいろいろある中で、ね、まだまだ私も知らないことがありますけどもこのスクラムはね、軽い反則などの後にねプレーが再開されるときに、このねお互いに肩を組み合ってまあ新しいなんだろうねはいということで、はい CM まだまだ CM を一旦挟みます。ホテル日光アリビラインフォメーション。ホテル日光アリビラインフォメーション、
太陽と自然の楽園ホテル日光アリビラ、笑顔がこぼれる特別な時間、自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方をご紹介いたします。毎週木曜日、9時30分からはホテル日光アリビラのインフォメーションということでね、はい、ラジオを聞いて足を運びたくなるような情報をお届けしてまいります。本日も素敵なゲストがお見えになってますので、早速ですけどもお声をいただきながら自己紹介をお願いいたします。おはようございます。ホテル日光アリビラの広報担当しております谷津と申します。よろしくお願いします。はい、谷津さんよろしくお願いいたします。最近どうお過ごしですか？もうね、暖かくなってきまして、今はもうお花の準備で、はい、そうですね、確かに、はい、お花の準備でお忙しいと思いますけど、さて、初めてねこの観光情報番組読谷ラジオ、そしてこの時間、聞く人にね、この花の準備、何の花の準備をされてるんでしょうか？はい、はい、4月の29日から5月31日まで、はい、パティオフェスティバルですね、開催いたします。パティオフラワーフェスティバルというのが、アリビラのパティオ、中庭をお花でいっぱいにして、いろんなイベントをするという、ことなんですけども、はい、はい、今その準備をしてます。準備真っ只中中真っ只中中ってことですかね。はい、結構じゃあもう本当に今から準備ということはやっぱお花のこの数というか種類とかやっぱりそれなりに準備されてるですかね。うんうん、そうですね、結構な数を、はい、はい、用意してます、はい、なんか確か、うん、赤い花を、そうですね、なんか中心にということで、はい、あったんですけど、スペインのパティオフェスティバル、パティオ祭りをイメージした、はいはいはい、ものなんですけど、はいはい、あとですね、イベントがありまして、はいはい、ハンギングと寄せ植えのレッスンの、ご予約、もう始まってまして、はいはい、期間中の土曜日曜の、14時からと15時からですね、はいはい、料金5000円からになるんですけども、お持ち帰りいただきますので県内の方のみが対象になります。3日前までの予約制で、ワンレッスン10名様までですので、はい、お早めに、ご予約をお願いします、はい、これは料金5000円かかるとおっしゃってましたけども、はい、実際にこの教える方がいらっしゃるんですか？そうですね、ハンギングの、はい、ハンギングバスケットマスターの方を、うん、呼びまして、はいはい、教わりながら、はい、自分のじゃあオリジナルなまた商品作品が作れるんですかね。はい、素敵ですね、うん、はい、ね、こでもなんか興味ありますね。私こういうのをやったことないので、うんうん、ぜひこの機会にねちょっと興味を持たれてる方とかね、初めてやるけど、ね、ちょっと体験してみたい方、ぜひこの機会に、いかがでしょうか？はい、あと、同じく土曜日曜にフラメンコの、うん、ライブと、あとヤチムンマルシェも開催します。いいですね、フラメンコ、うん、これはまた見れるってことですよね？そうですね、パティオでフラメンコライブ開催します、はいはい、フラメンコいいですね、空間でパティオの空間でフラメンコ、うん、いいと思います。これは、はい、また時間帯とかもあるんですか、フラメンコ見れる時間帯？フラメンコはですね15時16時17時ですね、はい、各30分間。あ、30分間、はい、はあ、また時間に合わせて皆さんもね、はい、見て楽しんでいただきたいと思います。またヤチムマルシェ、はい、こちらもね、こちら県内の陶器ですかね？そうですね、ヤチムン、だいたい30工房ぐらいかな、はい、これも、まあ、期間中に実際に見れて購入もできるっていう、はい、購入できます。土日の朝10時から18時までです。いいですね、うん、はい、ぜひここでしかまた手に入らない商品もあったりするんではないでしょうかね、はいはい、またコンサートも、ね、
あるみたいですね。そうですね、こちら朝なんですけれども、うん、ご宿泊の方が朝起きた時にパティオからこうギターの音が、はいはい、聞こえるとね、とってもいいんじゃないかなっていうので、目覚めにこの癒しの音楽といいますか、はい、うん、いいですね、目覚まし代わりに。そうですね、月水金ですね、月曜水曜、はいはいはい、金曜日の朝8時半と9時半にあります、はい、そんな素敵な音色を聞きながらまたね、コーヒーとか朝からケーキ、ね、ちょっとした食べながらまた癒されるのもいいかなと思いますね。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で期間中はいはい、母の日5月14日ですね。あ、はいはいはい、こちら昨日からの予約が始まってるんですけども、うん、母の日に送るスペシャルフレンチということで、5月14日日曜日開催、はい、ベルデマールで、上質を極めた美食フレンチコースと、あと石垣の出身の石垣島出身のシンガーソングライター、成底優子さんのお、はい、お声とともにお届けする1日限りのスペシャルメニューです。あ、これ母の日に1日限りで。そうですね、はい、そっか、いいですね。成底優子さん、優子さん、はい、よくなんか耳にするんですけども、その方のまた歌を聴きながら、はい、こちら料金とかも、料金はですね、はい、お一人様1万円、はいはいはい、ソフトドリンク付きですね。うん、で時間が、1時、お昼1時からと、17時から、はいはいはい、の2回で各40席限定になります。うん、はい、そうなんですね、母の日いいですね。うん、今年の母の日はぜひホテル日光アリビラで、はい、ね、こちらもただいま受付も予約、はい、予約昨日から始まってます。はいはい、お問い合わせ番号、はい、お願いしていいですか。お問い合わせ番号ですね、はいはい、098-989-9021、10時30分から19時まで、はい、受け付けてます。はい、スペシャルフレンチということでいいですね。母の日もうね、いつもお世話になってるお母さんに対して、うん、この日だけは贅沢させてあげましょうっていう。そうですね、フレンチコースも、うん、母への贈り物をイメージした、はい、フレンチのコースで、うん、はい、そっか、このフレンチどういった内容になっているんですかね。ですね、アミューズが、抹茶風味のシューにラム酒が香るアミューズ、はいはいはい、あと、かぼちゃのムースとくるみの食感がアクセントになっているオードブル、うん、あと島豚のパテと、キャラメリゼした、フォアグラの、はい、ですね、前菜みたいなものですかね。はい、そうなんですね。あとロブスターとか、あと和牛なんかも。贅沢じゃないですか。はい、うん、そうなんだ、はい、さまざま本当贅沢なね、このまた食事がいただけるということで、5月14日、一度ね、はい、インターネットで、はいはい、成底優子さんって、うん、検索してみると、うん、歌とかも聴けるので、はいはい、ぜひ素敵なアーティストの歌を聴きながら、美味しい食事もいただきながら、うん、母への感謝を込めてぜひホテル日光アリビラで、はい、ね、予約してください、今すぐあとプレゼント、はい、スティックアロマの、うん、プレゼントも、プレゼント、はい、あります。これは母の日ってことですか。はい、このコース、コースというか、イベントで、プレゼント、はい、ただでもらえる、プレゼント付きです、はい、前も話あったように、アリビラの、アリビラの、はい、香りが変えるってことですか。はい、香りが変える、もらえる、はい、素敵、うん、そっか、本当に五感で感じて五感で楽しむ、ね、ホテルに行くアリビラさん、食事も、ね、また含めて素敵なまたイベントとなっておりますので、はいはい、歌も、うん、母をイメージした楽曲選んで
はいはいはい、歌っていただきますので、よく耳にするんですけど、このなりそこ、はい、ね、なんか代表曲ってありましたっけ。代表曲はね、メジャーデビューしたのが2010年、うん、でふるさとからの声という、はい、はいはいはい、今ですね、あの天の声が聞こえまして、うんうん、あの FM 読みたんの、うん、ユンタンジャ、あの局長が担当する、はいはい、ユンタンジャにも一度ゲスト出演されたということで、はいはい、うんうんうん、すごいですね、その方が、はい、はい、そうなんです、14日2回公演ですので、2回公演、はい、1時からと5時からと、はいはいはい、うん、ぜひ皆さん予定を空けててください。はい、はい、ということでね、さまざま本当にイベント、そしてね、はい、あるホテル日光有平さんですけども、もう最近もね、本当に天気も、まあ、よくと言いますか、もう大体違いますね、うん、だいぶ本当暖かくなって、ね、春に向かっておりますけども、はい、ね、最近宿泊状況とかどんなですか。やっぱり今の時期こういう修学旅行とか観光シーズンでもございまして、うんうん、そうですね、結構来られますか。そうですね、でも、はい、あの館内、うん、あの比較的ゆったり過ごせますね、あの日中、うん、はいはい、そうなんですね。やっぱり家族連れとかも多かったりしますか、学生さんよりかは。そうですね、やっぱりね、春休み始まったので、うん、そうですね、今は、うん、そうなんですね。でもっともっと、まあ、でこの先ほどご紹介でもありました、フラワーじゃない、パチオフェスティバル五感で楽しむアリビラということで、またね、ゴールデンウィークに合わせてね、素敵なイベントもございますので、はい、今からね、やっぱり、はい、ちょっとチェックしていただいて、こちらあのイベントのまた詳細とかは、はい、アリビラさんのホームページからでも確認することできますか。はい、あとあの随時あの Facebook もアップしていきますので、うんうん、そちらもチェックしていただければと思います。わかりました、はい、ね、お花の準備でお忙しいと思うんですけども、うん、やっぱり今の時期から、ね、このお花の準備ってやっぱり大変な部分あったりしますか。そうですね、今はね、いい季節なのでどんどん植物も育っていく時期なんですけどね、はい、ちょっと梅雨時期になるので開催中、うん、あーそうですね、うん、はいはい、そっか、ね、かわいいあの鉢、植木鉢なんかも探して、うん、はい、あ、そうなんですね。ぜひね、お花もたくさんね、準備されてるホテル日光有平さんパティオフェスティバルね、母の日のねスペシャルまでね、コースもあるということなので、ぜひ皆さん、ホームページからでもねチェックしていただいて、今から予定立てていただきたいなと思いますよ。谷重さん、お時間が、はい、ね、いっぱいになりましたので、今週も、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
戦争レンタカー、ラジオドライブマップ、ご案内します。メンソーレンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会、レンタカー協会三助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーとなっております。はい、レンタカー借りる際にですね、観光客の皆さん、ね、沖縄ドライブマップという、ね、情報誌手渡されていると思いますが、ね、ぜひご活用いただきたいと思いますよ。はい、中身の方はですね、はい、見やすくなっております地図も、ね、掲載されております。はい、そんな中、ね、お店情報、ね、企業さんの、ね、情報、そして体験ができる場所などの、ね、はい、情報もたくさん載っておりますね。で、沖縄の、ね、海 の、ね、このどこにどういったビーチがあるのかという、ね、情報も掲載されております。で、そんな中すぐ使えるクーポンも、ね、ついてますので、ね、ぜひ活用して、ね、少しでも安くでね、はい、また食事とかも、ね、していただきたいなと思いますよ。そんな22ページには私たち FM 読谷の、ね、スタッフがおすすめします読谷村のね観光スポットも掲載されておりますので、ぜひね、この沖縄ドライブマップを片手に、はい、ここ読谷村にも足を運んでいただいて、ね、素敵な沖縄の旅、そして読谷村の旅をね、はい、していただきたいなと思いますよ。それでは以上、メンソーレンタカーラジオドライブマップでした。お届けしてきました観光情報番組読谷ラジオ、ね、時計の針も残りわずか、ということで、ね、ここで、はい、ね、軽くオープニングでも、ね、お届けしましたけども、ね、最近、ね、読谷村でさまざまな、ね、お店とかが、ね、オープンする中で、ね、本日の読谷なんでも調査団では、ね、素敵な、ね、お店ココスラ、お菓子店の、ね、情報をお届けしました。で、そんな中、ね、また今週の27日に、ね、読谷村、はい、素敵な、ね、このお店がオープンしたということで、軽くそちらの、ね、ご紹介もさせていただきたいなと思いますよ。ね、読谷村のセナ、あ、失礼しました、読谷村のキナにね、新しくオープンしました毎日食堂ということで、ね、3月の27日ですね、今週月曜日にオープンしましたね。はい、ね、毎日食堂ということで、ね、こちらちょっと気になるなと思うんですけども、はい、またね、こちら定休日が水曜日となっておりますね。はい、読谷村の、キナにございますけども、場所はどこなのっていう方にね、少
少しお知らせなんですけども、木名小学校の近くではございますけども、ね、近くにキララ美容室があるみたいですね。そちらの反対の、道からねちょっと中に入ったところに毎日食堂というね新しいお店がオープンしましたね。はい、毎週水曜日が定休日で営業時間、11時から、売り切れ次第終了ということでね。はい、お問い合わせ番号もお伝えしておきましょうね。098-958-7250 098-958-7250 となっておりますね。はい、なんかね、外観もすごくね綺麗なお店らしいですので、ぜひねちょっとこのラジオの情報をもとに、ね、今日も空いてると思いますので毎日食堂、ね、どういった、ね、メニュー、どういったランチ、どういった食事がねあるのか私も楽しみでございますよ。はい、ぜひ気になる方、ね、お近くを通られる皆さん、ね、ちょっと足を運んでいただきたいなと思いますよ。はい、ここで、あ、はい、メールが届いてますので走り書きになりますね。ラジオネームハイサイさん、はい、メールありがとうございます。ここさらお菓子店行ってみたいということで、はい、メールをいただきましたね。そうですね、ここすらお菓子店、読谷村の瀬那覇に新しくオープンした、ね、素敵なお店でございますので、ぜひね、一度行かれて、ね、チョコボーイ、私のね、おすすめする新商品チョコボーイ、購入されてください。お届けしてきました観光情報番組、読谷ラジオ。この番組は、商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りしました。